ブーブードラゴー。ガチャを回したらもらえるようなものだったのかなと。まあそれで、今のような服とか、あと車が手に入った。僕それこそ車が欲しかったんだよね。でも車手に入っちゃったっていうねでも僕はね、あの黒いかっこいい車が欲しいので、それをね一点狙いでいきたいなと思います。それだけしかいらないよと。この本率確率アップっていうこの黒い車、これが欲しい。とりあえずこれを狙っていきます。とりあえずこう3箇所じゃなくてね、もう僕はかっこいい車欲しいから、それを引いていこうと思ってます。さあ、ひとまずね、なんだろうな、10連が長くできてるんだもん、ね、それをね回していこうと。相変わらずね、あっけねえんだよね、本当にマジであっけないガチャが、うん、あっという間落ちちゃうから。さあ2回目、お、なんかおられたよ、すごいな。これ付録でもらえるのかな、すごいね。なんか10連引くたんびにもらえる感じかな。とりあえずとりあえずバンバン引いていこうかな。30連目、おー、なんかね、スーパーレアだって。あ、なんかパーツがいるんだこれ、さあ40連目、引いていこう。あ、パラシュート、おお、パラシュートいいね。で、それこそね、どれがどれだか分からなくなるからね、結構。お、下のゲージが、左下のゲージが溜まりましたね、結構。さあ。あー、車こんねえ、でも。やべえ、金貨がどんどんなくなってくる。あと半分しかねえ。やべえやべえ。1200っていうのは地味に来るよね。1000でいいんだよ、1000で、これ。金貨は。1200にしてんじゃねえ。お、花江夏樹さん、なんかもらえたね。よう分からんけど。ウルトラレアだって。お、激レアじゃん、これ。当たり？よく分からんけど、なんか花江夏樹さんがもらえました。あざす。マスク。おー、すげえ。2個目手に入りました。いいね。うわ、ダブった。これかぶりやろ、これ。かぶった場合は、あ、ダイヤに変換されるのか。いいね。オッケーオッケー。さあ、何回回してかい、これラストか、これ。リュックー、リュックー、終わった終わったわ。でもこの、なんだろう、ウルトラレアってやつになんか入ってそうじゃね、これ。入ってるのかね、これ。楽しみだね。さあ、もらいました。さあ、これをね引いていく感じなのかな。物資プレゼントあるのかな、これ。お宝かな？お宝だよね。アイテム？あ、お宝か。これか。おお、ありますね。ガチャ。さあ、これ全部使用する。やっていきましょう。おい、スーパーレア。で、え、これ終わり？
違うね。うん。あ、また10回。ダブルね、かぶるね。おおた。おおたばい。マジか。そう。え、ってことは外れってこと？いや、このガチャね、あっけなさすぎんだよ。いつも思うけど。あ、でもね、大優雅で7万近く貯まった。いいね。しかも車も手に入ったし。オッケー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 。全然いいやろ。ナイスナイスナイス。もうこの車で爆走してやるよ。いっそのことね。まあ、それこそ、セダンとか欲しかったけど、まあ、なんだろうな。荒野行動限定のガチャにしちゃったから、ああなったのかな。まあでもパーセンテージ低かったからね、そもそも。0.0 何パーだから、まあ想像出るもんじゃねえよと。うん。だから、まあ仕方がないよね、そこは。まあだから、今後もいいけど。まあでも、かっこいいリュックが結構手に入ったね。うん。お、パラシュートは、さっきもらった荒野行動のやつ。こういうことじゃねえ。東京グールのやつと、プラスアルファして、結構いいの手に入りましたね。の色。うわ、かっこいいじゃん。バーベキューなんちゃら。ワンちゃんも手に入りました。東京グール活かしてるね、これ。はい、銃もね、そこそこ手に入りましたね。まあ、僕のミッションはそこそこ揃ってきたんじゃないですか、だいぶ。ねえ。そこそこ揃ってきたからね、さらに、この荒野行動が、楽しめそうになってきましたね。まあ、やっぱね、投資はでっかくいかないとダメだよね。まあ、いろんな種類手に入ったんですよね。まあ、でも、MP5 欲しいね、MP5 が。まだね、僕 MP5 の、こういうカスタム銃が手に入ってないんだよね。MK5 しかないから、まあ、MP5 欲しいよね、よく言えば。もう、ゼブラとかダイジャとかいつの間にか手に入ってるよね。ゼブラしちゃったよね。オッケーオッケー。これ多分、AA 武士だよね。さっきのやつで出たんかな？お！あったやん！ MP5! よっしゃ！よっしゃ！しかもゼブラじゃん！やったね！俺 MP5 よく使うからね。結構嬉しいね、あれは。まあ、どうせならね、銃買っちゃおうかなと思って、今回。ダイヤが結構溜まったから。でも、その前にね、限定お得パックっていうのがあって、これが気になりましたね。どうせならちょっと一番いいの買っちゃおうかな。このなんか、天なんちゃらってやつ。ねえ。これが一番いいでしょ、ちゃんと。これで車出てくれたらありがたくない？とりあえず車引きたいよね。さあ、頼むぜ。これをちょっと買いたいと思うから。またちょっとね、魔法をかけて、金貨を仕入れて、買います。はい。仕入れました。で、これで、買うと。めちゃめちゃ手に入っておる。すげえな。だいぶ強くなったよ、今回の俺。やべえじゃん。おいー。すげえ。おー、パラシュート。またパラシュート手に入ったよ、パラシュートが。でもさ、車なくない？車。車がないね。ニコちゃん手に入ったけどさ、いやー、マジか、マジか。きちな。東京グールの方じゃなくて、普通のやつ引けばよかったかな。ちくしょう。あと、バトルパスもね、これ手に入れたかったんだよね。正直、これも買いたかったってのもあって。おお、すげえ。アップグレードされましたと。一括受け取り。はい。はい。はい、オッケー。まだあるの？すげえ。めちゃめちゃあるじゃん。おお、すげえ。なんか手に入れたらいろいろ。すげえ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 。いっぱいあるじゃん。お？お？車のスタンプ？お、車あった！車あった！マジか！すげえ！え？おお！やべえ！いろいろ手に入ったよ。すごいね、これ。やべえやべえ。もうそれこそ、ねえ、荒野行動初心者俺にとっちゃ、ジープなんてね、手に入れることなかったからね。お、これちょっと早速、トップページに、トップ画に乗っけましょうかね。ちょっとこの車あんまり俺お気に入りじゃないからね。この小屋じゃね、東京グルーの車。これ、いいね。海洋迷彩。俺迷彩好きだからめちゃめちゃいいね、これ。最高じゃん。おー、パラシュート。火の鳥見て、フェニックスやな、フェニックス、これ。フェニックスのパラシュートしましょうかね。はい。はい、じゃあ最後に、
武器をね、ちょっと買って終わりにしたいなと思います。どれがいいかな、ちょっとこのかっこいい銃をね、一個手に入れたいなと思います。盛りだくさんな内容になってまいりましたが、車はね、なんとかジープを手に入れることができました。まあ、あとはね、まあ、普通の、なんだろうな、みんなもらえそうな、東京グルーの可愛らしい車を手に入れることができましたね。まあ、でもね、セダンが手に入れることができなかったので、まあ、そこは心残りでありますが、これ以上追っかけてもね、気にないと思うんで、まあ、運営の思うツボだと思うので、これ以上追っかけません。どうしようかな、ソングかっこいいな。めちゃめちゃかっこいいじゃん、これ。これもダイヤ変えるみたいやもんね。どうしよっかなぁ。AK はね、正直デスサイズがあるからいいんだけど、MDMA も使うからなぁ。95式あるじゃん。不死鳥、不死鳥、かっこいい。めっちゃかっこいい、M27。まあこの、これ竜って文字が入ってるからね、俺っぽいからね。これいいよね。これいいよね、これ。でも AK は持ってるから、スカーにしよっかな。スカバージョン。お、これ、これにしよう。ひとまず、これを永久で手に入れたいのと思います。はい。まず、交流。28,800 ダイヤ。OK。さあ、購入しました、まず。スカーですね。あともう一個ぐらい買っとこうか。ね。それでね、これでね、これ使ってドンパチね、やっていこうと思うんでね、楽しみにしてください。あとはね、95式孫悟空やろ。ね。晴天大聖孫悟空だ。これを手に入れたいと思います。はい。この永久で手に入れます。いい買い物したね。ちょっとね、買い物したからにはね、バンバン使ってないからね、使っていかないと持ってないと思うんでね、頑張って使っていこうと思います。荒野行動好きな人、今後もね、僕のチャンネル、僕の動画、バンバン見てほしいなと思いますので、チャンネル登録と、高評価、どしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いします。それでは、ドラゴン13でした。また次回の動画でお会いしましょう。ショーレイ！